落合博満の持つ怖すぎる特殊能力。打席に立つときは素手でバットを握っていた落合氏が、ある日バット職人が作ったバットを受け取ったときに、バットが太いよ、ノギス 0.05 ミリ単位まで測れる測定器で測ってみてと指摘すると、微妙にノギスがずれていて 0.1 ミリ太かったという。これ引き取って何もせずにもう一度送りつけたら何も言わなさそう。ノギスで測ってわかるレベルなら数ミリの話やろな。そりゃ地区バットも見抜かれるわけだわ。セロテープ巻いたくらいの厚みやろ、分かってもおかしくない。大谷翔平、バットは何でもいいです。ノギスで分かるレベルなら数ミリとか言ってるやつってどんなノギス使ってんだよ。これは仕事してる人なら誰でも分かるだろ。仕事してたらこういうクレームする顧客多いからな。はいはいってニコニコしながら少し削って渡せばええんよ。これをクレーム扱いは頭おかしいやろ。プロの道具やぞ。仕事道具の違い多分思ってる以上にみんなも自分で気づくと思うよ。このあたりはいい加減なセンスとめちゃくちゃこだわるセンス、はっきり分かれるよな。投手が詰め切るタイミングとか。俺なら分かる。PU してる治癒士がきつい。お前が分かったところで何の価値もないから張り合わなくていいぞ。ご視聴ありがとうございました。